皆さん、こんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is transcript in Japanese and English on my website.今日のテーマは音楽についてです。皆さんは音楽が好きですか？どんな音楽を聴いていますか？私は音楽が好きです。小学校から大学まで音楽クラブに所属していました。今は楽器はやっていないのですが、音楽をよく聴きます。最近はリラックスする音楽をいつも聴いています。朝は仕事に集中できるように、カフェで流れているような音楽を聴いています。ピアノとかジャズとかそういう音楽をかけています。夜はリラックスできる音楽、例えば、小さい音のピアノとか、あと自然の音、例えば波の音とか雨の音、そういうものを聞いています。その音楽と、あとはキャンドルで、一日の疲れを癒しています。友達が家に遊びに来たときは、だいたいいつも洋楽をかけています。最新の音楽とかはあまり詳しくないので、いつも YouTube のヒットチャートを流しています。最近は本当に素晴らしい音楽がたくさんあります。いつも音楽を聴いていたいです。音楽が生活にあると、なんか豊かになった気がします。私だけでしょうか。皆さんはどんな音楽が好きですか？それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。I have an online community for Japanese learners. If you want to join a Japanese community and make friends who are learning Japanese, come join us. And I made a Japanese speaking textbook. If you want to learn daily natural Japanese conversation, it's definitely for you. Every phrase has audio, so you can improve your listening and pronunciation as well. Also, if you enjoy this content, please consider donating as a way to support me.Check the description box. じゃあ、またねー。